ライブの11月からオープンなの。俺オープンの日から出てこない。おぉ、決めると、そばができた日から、できた日にバンドの集まらんのが試験中だよ。あ、俺たち出るんですって言ったから、言ったのが最初。サンハウスはそんなオーディションとかあったのか。サンハウスはあのダンスホールだからね、オーディションが、でも決まったら1ヶ月とか3ヶ月とか、最後ヤンスキラーは6ヶ月、あの川端のヤンスキラー毎晩やってた。その後佐世保から、あの話があって佐世保に行って、で帰ってきたらもうウッドストックの時代でね、もうダンスホールはどんどんなくなって、で旧大の学科とか、とかケビシやらケビみたいなフォークとロックをさ応援してくれる、あの地元の番組がね、すごいやったし、なぎらけんちやら来て海援隊とやったりよ、名声ホール、ね、あんなとこがもう新しい、あの活動とか、サンハウスと名声一緒にやった時にやった最後に、あのネッツゲッツギャザーも一緒にやったね、ネッツゲッツギャザー、海援隊とサンハウスとね、そうなんや、一緒に合同でね、合同の手間派でやったけど、誰の曲じゃないっけ、ジノバネジョ、ジノバネジョ、確かそうか、しかも海援隊の僕が提案してくれた、一緒にやろう。でも日本語じゃないと聞かれてたけど、確かに日本語中村がね、中村が、あの、あれを説明しようときはよく聞いてたそうね、もっと勉強をやったりね、サンハウスもそうやけど、海援隊もすごい、サンハウスはブルーベリーが好きやったら、あれ、やっぱりバレーするまあ、ここで、イルソングの続きで申し訳ないんですけど、はい、僕も一曲イルソング選ばせてもらったんですね。これを、まあ、軽く訳詞を乗せてやってみたいので、よろしいでしょうか。ちょっと雰囲気がガラッと変わりますが、よろしくお願いします。お願いします。誰か